の大地では荒れ狂う大気に動物たちが怯え、南の森では大地が裂け、その奥底でたぎる怒りに木々が悲鳴を上げている。西では、うん、西も東もまるでブリタニア中が何かに反応しているみたい。それも国王とリオネスを囲むように。ねえバン、本当なの？メリオダスがこの世界からいなくなるって。ああ、団地は王女さんを救うためにてめえの意志で魔人王になった。その力はあまりにデカすぎて、この世界はバランスを保つために団地を排除しようとしている。じゃあこれはその前触れなのね。どうにかして彼がいなくなるのを止められないの？止められねえよ。いや、止めたくねえ。バン、俺がお前のことで無茶をやった時、あいつはいつだって黙って見届けてくれた。だから俺もあいつが自分で選んだ選択なら思う通りにさせてやりてえんだ。おい、泣いてんのか？だってエリザベスは突然愛する人と別れなければいけないのよ。メリオダスやバンの気持ちがわからないとは言わないわ。それでも他のみんなに伝えるわけにはいかないの？団地は誰にも話す気はねえ。ただと食材の仕入れだ。気合い入れろよ。あー、久々の仕事でみんな張り切ってるみたい。私もすごく楽しみよ。今日は僕らも張り切ろう。バン、ちゃんとエレインをエスコートしろよ。お前誰？わざとだろ。抜いとかねえと、いいグルートが育たねえんだからな。おお、それはグルートだから抜いちゃダメだよ。え、嘘。ああ、ごめん。あんたも、セイキス様に偉そうにしてないで、手伝いな。よう、ギルボー、こき使われてんな。ご苦労、ご苦労。お、
まずい飯を作る村の恩人の兄ちゃん。まずい飯とは失敬だね。お久しぶり、ミーダちゃん。たちもひょっとしてバーニャエールの仕入れかい？うん、ひょっとしなくてもエールの仕入れだ。それにしても見せつけてくれるね。何を？ヒュー、結婚はいつですか？あた、マセガ姫。ミールちゃんが結婚するよりは早いかもね。おおお、熱い熱い、ヒューヒュー。ねえ、ほんとほんと。へえ、エリーから父さんに？うむ、しかも手作りじゃぞ。すごいだろう。わしの誕生日プレゼントにと言って今朝突然な。ほら、父上の誕生日まではまだ日があるのに。しかし相変わらずの匠っぷりだね。そうそう、今日は例の件を発表しようと思ってな。ふん、反応が楽しみじゃ。ああ、あれね、父上ったら嬉しそう。さ、エリザベスたちが戻ってくるまでにささやかな宴の準備と行くぞ。私たちはお茶の準備をしてるわ。男性陣、食材調達頑張ってきてね。メインディッシュゲット。だしもいるよな。仕方ないな。巨人の女王様、オイラと手を取り、巨人と妖精の新たな時代の幕開けを。いや、リアム、オイラたちの今後について話がある。違うな、スマートじゃない。キング、すぐ行くよ。大自然の中のツレション、いいね。ホークさん、僕の足にかかってます。妖精王のオイラがなんで。男は黙ってツレションだろうが。さてさてさて、すっきりしたとこで店に戻るかね。まだすっきりしてません。残尿感か。違います。団長、またこの全員で7つの滞在を続けていけるんですよね。はい、団長。お前が考えるほどこいつら鈍かねえぞ。団長は誰にも話す気はねえ。ただ全員うすうすは気づいてる。だけど必死に気づかねえふりをしてるんだ。口に出せばそれが現実になっちまうんじゃねえかってな。いつかみんなの子供たちも僕らみたく仲良く集まるのかな。ディアンヌ、気が早い。エリザベスと団長の子は可愛いだろうね。もしエリザベスそっくりだったら団長は親バカ決定だよ。それよりバンたちはまだ。あ、エリザベスは第三王女だから団長が王様になることはないのかな。でも団長はやっぱり団長や店長が似合ってると思わない？僕らも気軽に会いに行ける。もうだから団長いなくなったりしないよね。ディアンヌ、僕なんだかすごく。ねえねえ、
実は団長殿のことで話が、うん、分かってる。メリオダスはこの世界から消える。でも大丈夫。エリザベス、団長がいなくなるって知ってたの？メリオダスの口から聞いたわけじゃないけど、予感はしてたわ。それなのに大丈夫だなんてどうして言えるの？大好きな人がこの世界から消えちゃうんだよ。どうしてそんなに平然としていられるの？僕ならそんなの絶対に耐えられない。何か手を考えなきゃ。メリオダスが無理にとどまればこの世界は大変なことになる。仕方がないことだわ。エリザベスは冷たいよ。なんだよそれ。お前が消える？消えて一体どこに行っちまうんだよ。十中八九魔界だろうな。魔界？もともと生まれ故郷なわけだし、戻ったら魔界初の酒場のマスターでもやってみっかな。ふざけんな！エリザベスちゃんのこと置き去りにする気かよ！てか、このこと伝えてあんのか？伝えようとしたさ。でも、伝えた時のあいつの顔を想像したら、やっぱ無理だったわ。メリオダス、お前はバカだ。ゼルはもうこの世には関係ないわ。私は彼のもとへ行く。どこにいようと、たとえそれがこの世でなくとも。この気持ち、あなたならわかるでしょう、エリザベス。ええ。みんな、急な呼びかけに集まってくれたことを礼を言うぞ。なんだよバルトラ、改まって。七つの大罪団長、ドラゴン神メリオダスよ。あえて皆の前でお前に頼みたい。ん？国王として、一人の父親として、エリザベスをめとり、どうかわしに代わって国王になってくれ。わしももう年じゃ。実は最初はマーガレットとギルサンダーに打診したのだが、その器ではないと断られたのだ。グリアモールとベロニカでは心もとないしな。お前が王になると言うなら皆が納得しよう。それだけの功績と人望がお前にはあるなあ、エリザベス。お前も依存あるまい。父上、ごめんなさい。その話はお受けできません。え？だって私、メリオダスと一緒に魔界へ行くから。本当にこんなカバン一つで行くつもりなの？うん、いいの。これから先は魔界で暮らすのよ。入り用のものは何でも向こうで間に合わせなきゃ。ねえ、魔界よ。不安や恐怖はある。といえば嘘になるかしら。呪いが解けた今、エリザベスとしての最後の人生をメリオダスと一緒に過ごせるんだもの。あなたっておっとりしてるようで、でもきっとそこがエリザベスらしさなんでしょうね。みんなと別れるのは辛いわ。父上や姉様たち、七つの大罪のみんなに、ホークちゃん。
エレイン、あなたやディアンヌのような友達もできたのに。けど今はそれ以上に。いいの、言わなくても伝わってるから。それにね、私はあなたがこの道を選択したことにほっとしてる。エリザベスと別れるのは正直寂しいけど、私たちが友達であることに変わりはないわ。ねえマーリン、魔界ってどんなところなの？危険な生物がさまよい、多種族の肉体を腐らせる暗黒の正気に満ちた国だが、ネーネーの魔力をもってすれば問題はあるまい。でも僕は驚きました。そうだね、王女があんなことを考えてたなんて。俺と魔界に行く？うん、ずっと考えていたの。ダメだ、行けば必ず後悔するぞ。後悔なんてするわけない、もう私は決めたの。あんな顔されたら止められないよ。そうだね、あれこそが本来のネーネー。さすがは魔人への憎悪に満ち満ちたスティグマに時代魔人王を連れ込み恋人だとのたまう強胆の強者だ。ねえ団長こそこの世界に何の未練もないの？ん？そうだな、俺のガキとバンのガキで喧嘩でもさせてみたかったかな。ん？おいらの子供は？あ、他にも山ほど未練はあるさ。争いが一時的に止まったとはいえ、魔人族と四種族の溝が埋まったわけじゃねえ。何よりこの争いで大勢の犠牲を出した。アーサーもそうだ、きっといい王様になっただろうにな。七つの大罪は今日をもって解散する。エリザベス、必ず幸せになるんじゃぞ。はい、父上。だいぶ偏僻なところに門を出したな、マーリンさん。ここが魔界に一番近い接点だっただけだ。なあホーク、一緒に来るか？お前なら魔界でも平気だろうし。にゃ、俺は煉獄に行ってみる。自分が生まれた場所を見たいってのもあるけど、兄ちゃんのお墓を作ってやりてえんだ。そっか。そんなわけだからごめんな、エリザベスちゃん。ホークちゃん元気でね。ぷっ。あ、昨
君のこと冷たいだなんて言ってごめん。だから僕のこと嫌わないで。当たり前じゃない。ディアンヌは私の一生の友達よ。それからキング様とずっと仲良くね。エリザベス、行きましょう。メリオダス、エリザベス、エリザベス、さようなら。もう私は後ろを振り返らない。それが私の覚悟だから。私は今までのこと、自分で決めたこと、何一つ後悔していない。だから前だけ向いて歩いていく。メリオダスと一緒に。じゃあな、みんな。エリザベスお手製の指輪、いいじゃろう。甘いな。俺はエリザベスちゃんにこんなものまで作ってもらったぜ。指輪、髪飾り、ティーカップ、それに知恵の輪なんてものも。なのに、さすが匠。でもホークちゃんはそれ全部使えないんじゃ。次回、七つの大罪、憤怒の審判、宿命の兄弟。